コンビニ平均すると週どんぐらい行ってる？平均偏ってるからな俺。行くとき行くけど行かんとき行かんから、うん、平均したら1回やけど週1、うん、まあ1回かな、うんうん、俺毎日行ってるかもしれない。いやでもそういう人の方が多いと思うよ、うん、なんかちょっとしたようで行ってしまうな、うん、なんか振り込みとか、まあ ATM の利用が多いねんけど、うん、ATM 便利やな。でも銀行まで全然行かんでいいから、うん、そのついでになんか買っちゃうんだよな、うん、俺だいたいあの昼飯とか、うんうん、あんなん買いにしか行かへんから、うん、まあそういうお客さん多いと思うコンビニは。なんかちょっとついでに寄ろうかなみたいな気持ちにはあんまならへんし、うんうん、というか なんかな特定のもの以外安くなかったりするから。まあ大体は割高やよな、うん、コンビニでは俺あれや105円でしか買い物大体せえへんっていう決まり事を自分で決めてるから。あそれ大事かもな、うん、105円まで、うん、そうやなコンビニで買っていいの105円までって思っといた方がいいかもな、うん、であれやで、105円の値段でクオリティの高いもんがないとこのコンビニは大体あかんと思うわ、うん、なるほどなるほど、そこを基準にしてんねや、うん、これ105円やええー、なーって思うもんがないんやったらもういかんほうがいい。なるほどなるほど。あと傘は絶対買えへんな。あ傘、急に雨降ってこられた時何回か買ったことあるんやけど、うん、あれで500円とか600円とかしたりするやんか、うん、でいざ傘持って外出たらやんでたりするんだよ、うん、そう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 。なんか開いてもなんか10分5分か経ったら、うん、すぐさーっとやんでいく。それやったら100均にいた方がいいな、100均の傘を使った方がいい、うん、まあ、100均も最近減ってきてるからな。また100均ないな、あんまり見えへんな、ね、100均とコンビニどうかコラボしてくれへんかな。100円コンビニ100円紛争もあるやん。あーでもあそこってなんか生もんとかも結構あるから。そうやな、野菜系とか。そうそう、なんかその分ややこしいんか知らんけどあまりあれも数見かけへんな。そうやな、だって明らかに普通に普通のとこより100円のとこの方がなんか良さげに見えるけど、うんうん、置いてるもんとか駅の近くとかが多いな。そうやな、うんうんうん、そう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 、駅の近く多いわ確かに。なんかその方がやっぱ利用客が多いのかどうなのか、うん、まあ、駅の近くやからみんな住んでるっていうのもあるやろな。あれや、昼飯をちょっと買うの忘れてて、うん、さーっと100円のとこあったから買いに行ったら、うん、薄皮パン、うん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 、あれやんか、薄皮のチョコパンがあれ100円売っとって、うん、マジかよみたいな感じでバーッと買って、うん、それだけで昼飯住んだりとかしてな、便利やなと思って。確かにな、100円っていうだけでだいぶありがたいよ。でちょっと結論を出しましょう。コンビニで買うときは105円を目安に縛る理論やな。ちょっと勉強になったわ。確かに105円を基準で考えたらコンビニで妥当な買い物ができると思う。まああんまええように考えたらあれやから、あれ縛るのドケチ理論。まあ言い換えりゃそうかもな。でまあそのなんていう節約とかで考えるといい基準やと思う。まあね、うん、無駄な買い物しないで済むっていうのは。皆さんも参考にしてみては。じゃあもう一個ぐらいの話題で終わろうか。そうやな、なんかしまらん2012年やったな。まあそんなもんよ、しまってたのなんてもう多分あれや、親と年過ごした頃ぐらいよ。そうかもな。よし、じゃあ振るぜ。タタタタンタンタタタタン。はい、鍋、うん、まあ季節かな、うん、季節やな、うん、何鍋が好き？ちゃんこかな。ちゃんこ、うん、意外とカロリー系にくるな。そうでもない、ちゃんこはね、ああ見えてあっさりしてる。まあ味はな、うんうん、からで、あっさりしてるし、うんうん、あっさりしてるのになんか味がしっかりついてるから、うんうん、で塩系が好きってこと。そうでもなんかな、鍋に至ってはちゃんこかなっていうふうな結論になるのよな、うんうん、なんか
食べやすいし、うんうんうん、飽きひんやろ。まあな、確かにしつこくないから、うん、かといって鍋ってなんかその何水炊きとかあったりするやん、うんうん、あれやとポン酢の味しかせんかったりするやん。そうやな、うん、結局つけるもんの味になってまうからな、だしが取れるもの。だからなんかこうそれやとなんかパンチねえなってなるから、うんうん、ちゃんこはちょうどいいかな。確かにな、ちゃんこいいな。もつは、もつってまずだしどんな感じよ。まあもつってそもそももう海底地の通りもつやからな、うん、振ったことねえな、すぐ俺。あ、そう、うん、もつ、あのな、俺もあんまりいい思い出がないねんけどないんかい。うん、一回だけ前やってたバンドのメンバーの家でみんなで集まって、うん、食べたわけよ、うん、なんか獣臭かったわけ、ものすごく。なんかこれ獣臭いっすねとか言ってみんなでなんか生で死体食ってるみたいやなとか言ってみんなで食ってたら、次の日全員腹壊して、うん、だから多分ちゃんと煮えてなかったんかなんかわからんねんけど、うん、当たっちゃった、もつで、うん、それがいい思い出かな、もつの、うん、もつ食ってもつに当たったみたいな。もつでもつに当たった。ひどかったな、うん、しっかり煮込むことやな。別にうまい話じゃないんかよ。そうやな、他に鍋ただの笑い話やないか。キムチ鍋とかどう。まあ無難やな、普通に食えるっちゃ食えるけど、うん、でもどうやろうな、キムチより俺チゲの方が好きかもしれない。チゲか、どなんかあんま違いが分からないけど、どう。まあ俺が感じたやっとっていう感じやけど、うん、まあ、あのまあ俺もそんなチゲの方はそんな食ったことないねんけど、うん、ちょっと感じたのはキムチは結構なんか辛さ、うん、辛さ辛さがメインやねんけど、うんうん、チゲはなんか舌に残るようななんかまったりした辛さっていうか、味わい系の、うん、なんかこっていう感じ。濃ゆい。ああ、なるほどな。キムチは攻撃的やもんな、うん、刺さるようなうまさやから、うん、なんか分かりやすい、うん、あっちの方が分かりやすい分、味も味でまあ普通に地でも食べれるとは思うけど、うんうん、なんかでも鍋ってなったら、いやでもうん、まあ、どっちも結局辛いよね。まあ辛いな、まあ汗かくためのあれやから、うん、逆に暑い時にあれする人もいてるぐらいだからな。うん、これまた別やけど、しゃぶしゃぶとか。しゃぶしゃぶか、うん、しゃぶしゃぶ俺あんま好きじゃないかもな、あんまり。なんかな、そもそもなんか肉を茹でただけでどうすんのなっちゃうっていうか、ごまだれとあのポン酢のタレの使い分けみたいな。うん、まあ俺もそんなめっちゃ好きなわけじゃないんやけど、うん、まああのポン酢の方にもうネギをめちゃくちゃ入れるっていう、あ、俺のやり方マイスタイル、うん、まあ確かにそうやったらちょっとうまいかな、うん、いやでもな、なんかな、やるんやったらやるで、なんかポン酢とごまだれだけに宣伝欲しいわ。なんかちゃんとだしも作ってほしい。おー、なんかポン酢とかごまだれだけとかに頼ると、うんうん、そんだけやねんな。まあな、うん、考えてないねん、なんかその後のこと。その後のことは確かにな、うん、あと食べてくださいねってさっと出されるだけやん。なんか、だからタレとかもちゃんとなんか考えて、うんうん、やってくれたらよろしいかなって思うかな。確かにな、まあだしからの方がやっぱり味がなついててうまいし、あの締めはどうよ、ご飯にするかうどんにするかみたいな、ラーメンもあるし。うちな、うん、あ、うちなっていうかどうも そうやと思うけど、うん、なんか初めからうどんとか入ってる方やから。ああ、もう具の段階で、具の段階でもう中華そばとか紛れてんねん。ああそうなんや、大体締めで入れるけどな。そうか、うん、でまあなんか何食ってるうちに腹いっぱいになってるから、なんか最初から入れてた方がいいんじゃないとなったんかな、多分分からんけど。ああなるほどな、うん、結局締めに行かれへんみたいな、うん、締めってみんな言うけどさ、うん、マジで食ってんのってなんかその段階で腹いっぱいになってるやんみたいな、うん、締めっていうかみんな多分あれ昼ぐらいまで残して昼ぐらいになってからご飯とか入れたりしてるんじゃん。なるほどな、
ガッツガツガッツガツっていけんの、あんなスポーツやっててなんかちょっとみたいな感じの、ああ体育会系の、うん、そんな感じのやつしかやらんのちゃうかな。まあ、俺おじやとか好きやけどな、ちゃんと卵で閉じて海苔巻いてご飯で、あの締めが美味しいね。おじやな、おじやはそうやな、まあ確かに嫌いではないけど、うん、キムチやったらでもラーメンやな、キムチ鍋やったら。俺キムチやったらむしろおじやがいいかな。マジで米で言えもんない。ああ辛いけどって感じ。辛いけど、だから卵でマイルドにしたら、そんなにどうなんやろ、やったことないかも、うん、卵で多少味が柔らかくから、うん、あ確かに辛いけどうまいかなって。あそれこそなんか体育会系な気がするな俺。そうかな、うん、そのまんまやと確かに辛すぎるとは思うねんけど、米でマイルドに、米と卵で、卵で、なるほどな、十分。じゃあ今度やってみよう、うんうん、2013年はキムチ鍋の締めをご飯にして、うん、卵入れて、うん、どういうミラクルが起きるのか、うん、ただ辛いだけなのか。あんま見たことないけどな。マジ、うん、確かに、まあ、辛いのが強かったら認めるけどな、うん、なんか最近は洋風の鍋もあるよ、うん、なんかチーズ鍋みたいな、あの、なんていうかな、イタリア風鍋みたいな、トマト鍋みたいなとかさ、あ、うん、聞くな、鍋で、鍋、まあ、無理やり鍋ってつけてるような気も、うん、まあ、うまいねんけどな、うん、あれあれで、うん、いや、まずいことはないんやろうけど、うん、で、あれにパスタを入れるのよ、うん、そういうことをしやる、うん、なんか心情的に微妙になってしまう、ね、なんかな、なんかあ、うん、それともう全く別の料理として開発した方が、アメリカ版寿司みたいな感じやん。アメリカで生まれた寿司みたいな。いや、まあ新しいもんが生まれた時こういう心境になるんやろうけど、大体は。まあでもうまいよ普通に、なんかイタリア風鍋みたいな洋風鍋は。まあ今カップラーメンの方もチリトマトとかがメジャーにやっていったりしてるから、あれもだって期間限定で最初は出とったけど、そのうちになんか人気あったからか知らんけど、そのまま固定されて食べやすかったよね、未だに残ってるから。味的にもやっぱなんかあの辺のイタリアーノとかフレンチとかやっぱ日本人が食べやすいんだよな、あんま濃いすぎひんっていう、うん、まあまあまあ、うん、まあこんなもんにしときます。ちょっと変な締め方やけど、うん、だいたい切り方がなんか俺らはっきりせえへんから、うん、結局逆にはっきりしすぎてんねやろな。じゃあそろそろ結局答え出てますみたいな、うん、じゃあ、 あのそのキムチなんとかを試してみましょう、うん、次はそれで結果報告ということで、はい、じゃあ、もうこんなもんで2012年床の間14回かな今日で、多分かな、多分第14回やと思う、うん、14回ですよ。まあ平均して月1以上のペースでやってたと、うんうん、まあまあ始めたのは5月から6月ぐらいやけど、うん、まあ、1年に換算して平均するとまあ月1以上のペースで撮ってたと、うんうん、まあまあまあ、14回も回してたわけですよこれを、うんうん、まあそうやね、今年の反省はまあ冒頭に言ったし、うん、まあ、簡単に来年の抱負を、うん、まあ、プライベートなことでもいいし床の間に関することでも何でも、うん、どうでしょう柴田さん、うん、俺から、うん、そうやな、まあ、うん、なるべく笑顔でいたいかな。そうやな、うん、なるべく、あんまバカみたいに笑ってんのはちょっとあれやけど、うんうん、なるべく笑顔で明るくいたいから。そうやな。なるほど、うん、そうやな、うん、笑っとかなあかんよなやっぱり、うん、せっかくなんか普通のことやねんけど、うん、普通なんかこういう時に普通のこと言うと切実に聞こえねんな。そうやな、うん、いや、やっぱ
せっかく生きてんねんからな、笑っとかなあかんやっぱり笑って過ごさな、うん、損やもんなやっぱり。まあ床の間に関してはまあなんやろうな、うん、まあ、この調子でやっていったらええんちゃうって感じかな。うんうんうん、そうやね。まあちょっとずつ新しいことも試していこうやっぱり、うん、まあ、むしろこの調子以外であんまやらんほうがいいっていうか、ね、うん、あんま調子乗らんほうがいいかな、うん、だからまあこの調子でこのペースで、うんうんうん、じゃあ俺はそうやな、来年はそうやね、まあ床の間に関してはもうちょっと新しい風を吹かせれるように、うん、そっち派ね、うん、いやまあ柴田さんが安定する部分を保ってくれれば、うん、でまあちょっと俺が新しいことを考えて、うん、まあ、2012年はその床の間生まれたてやったから、うん、そのいろいろ試行錯誤しながらって感じで、まあ14回ももう積み重ねてきてるので、うん、反省を生かしてちょっとね、うん、新しいこともそしてまあ新しい視聴者の確保言うな頑張っていろんな人にちょっとでも多くの人に聞いてもらえる、うん、どっちでもいいけどな、うん、逆に人数増えたらやめると思うまあ200人ぐらいになったらやめや怖くなってやめるぐらいまでは頑張ろうや、うん、その半分でももう布団に閉じ込める勢いやわちょっともうあの怖くなってやめるまでは続けよう、はい、そういう感じでいこう、はい、うん、でね、でまあ2013年は、うん、まあ2012年地球滅びひんかったしあ、うん、俺もなるべく笑顔で頑張ろうと思います。なんだかんだ、まあなんだかんだ去年も楽しかったけどね、去年っていうか今年か、今年も楽しかったし、うん、来年ももっとね、今年の夏のあの夏祭りに行こうぜみたいな感じの発言もいっぱいして、はいはいはい、ちょっといろいろ参加したり、まあ確かに季節ごとのイベント、月ごとのイベントはなんか1回ぐらいできたらええなっていう思いやな、うんうん、そうやな、うんうん、まあその地方のイベントの良さを良さをお伝えしたい、うん、あ、地方いいね、それはいいわなかなかいいな、それはところの間ができることをやっぱりな、うん、しょうもないな、あったらちょっと行ってみるのかな、うんうん、しょうもないなしょうもないのな、うん、やっぱその大人気のラジオとかさ、うん、なんか YouTube のこういう番組とかでさ、うん、うかつにできひんようなことを床の間できると思うんだ、うんうん、ちょっとだけやってみようぜっていうしょうもないことを許してくれる方が聞いてくれると、聞いてくれてると思ってるから、うん、ちょっとそういうことをいろいろやっていこうよ、うん、しょうもないことじゃあそろそろ終わっときますか、はい、はい、では、YouTube の説明文の欄に、ああ、そうか、そうか、いつものいつものあれですよ、僕らのプロフィールありますね。ちょっと2012年最後やからまたいろんなことを書いていきたいと思いますが、でその下の URL、伝説のお便り募集、うん、伝説っていうか幻やね、幻の幻のお便り掲示板、うん、新キロやな、うん、あの日の陽炎のようになってきてますが、うん、どんな話題でもお便り結構です。なんかこんなことを喋ってほしいとか、うん、もう殺人予告でもええからあまりに思わないので殺しに行きますとか、そんなんでも大丈夫なんで、うん、僕ら通報とかしないので、うん、殺しに来てください、うん、待ってます殺してください待ってますでは、なんか最後言うことある？うん、まあまあ笑顔で今年を締めましょう、うん、じゃあ皆さん良いお年を、ありがとうございました、ありがとうございました。